皆さんこんにちは森崎ありすですはいえっと今日はあの私が普段使っているもののご紹介をしたいと思います最近すごいゆるい動画ばっかりでごめんなさい <laughs> 一個一個紹介していきたいと思いますまずあの韓国にいた時に私がすごくかわいいと思ってあの買ったものなんですけどチュリーンチュリーン はい、こちらになりますこれはね、多分アリッタムっていうあのー、私が普段つけているこの口紅もアリッタムなんですけど、アリッタムのあのー、リップティントになります。これはねすごい比較的、あのー、マットなお色で、この色とね似てると思いますはみ出たりとかした時にこうやってこうちゃんと スポンジがついてるんですよなので綺麗なラインが描けるようになっててすごく使いやすいなって思ったのとあとパケが普通に可愛い,いなって思ってはいまあまあいわゆるパケ買いみたいな感じですこれが日本円で多分1000円ちょっと取ったかこ、えっと先日あの撮影でねあのどこだっけな東京タワーの前に神社があるんですよお寺 お寺があるんですけどこのお寺でででん勝ち運っていうものをねスタッフさんに買っていただきあのマ、ーまあ、リスにとって何かしらで勝てるあの年になればいいなということでですねまあ私がねだったというのもあるんですけど勝ていただきました勝てるかなはへいあとはあっ超いい匂いするもうほ ああ、いい匂いです。はい。<laughs> やばい。いろいろとやばかった、今。顔がね、モザイクかけないとやばいね。あの、これ、バンキッシュの、あのー、ま、マルキューメンズのブラン,ブランドっていうか、まあ、丸球メンズに入ってるブランドなんですけど、あのー、バンキッシュのな、なんて言うんだろう、この、下げる匂いのやつ。めっちゃいい匂いなんです、本当に。あの、私、最近バッグにこれつけて歩いてるんですけど、あのー、結構、渋谷店は、 売りり切れだったりして私がたまにツイートしてるじゃないですか友達んとこ行ってきたってそこで買ったんですけどめっちゃあのいい匂いで本当にあにモテる男の匂いがする私買ってこれでも2ヶ月くらい経つんですけど匂いはね全然まだ持つこれで1500円ぐらいだった気がします教えてくださいっていう質問結構あったのであのー、答えたいなと思うんですけど高校の時に使ってた出てきたんで。 はいこんな感じですこれ高校の時からずっと使ってるあのー、なんだこれセクシエストファンタジーストロベリーシャンパンの香りうんちょっとなんか甘い匂いがしますね最近これちょっとつけてるようになったんですけどっていうのは私アクアシャボンシリーズのシャンプーとかを使っててお部屋も匂いもその匂いなので多分その匂いが染みついてて あのよく何使ってるんですか?」って聞いてもらえるんですけどアアクアシャボンンのホワイトトコットンを使ってますお部屋の匂いとかシャンプーとかボディーソープとか全部それで使ってるんですけどあのなのでこれをたまにとか今使ってるからちょっと匂いが喧嘩する感じかなって思ったりしますはいなので会った時どういう匂いがするかはなんかその時次第なんですけどいい匂いがねしてればいいんですけどなんか臭かったらごめんなさい。 買いました。これはね本当に一目ぼれでズキュンと思って私それこそもうこの感じですよズキュンと思って買ったんですけどあのマックの充電器だったりもうこう,う iPhone の充電器だったりあのー、なんだろうこういうモバイルバッテリーだったりまあ、とりあえず充電器関連とかあのー、コード関連をここに入れたりとかしてます。でそしてですよここにあるんですけどじゃーん、はい ちょっとあるものを買ってきました。福袋です。この福袋については次の動画であのー、中身をねちょっとあの詳細言いたいと思いますので次の動画でご紹介したいと思います。それではお楽しみにしててください。森ありでした。バイ。 チャンネル登録してね。